高橋泥州高橋泥州明治36年2月13日は日本の武士。江戸において旗本山岡製業の次男として生まれる。通称を剣三郎、明治以後は正一、忌み川正明、王を忍ぶさいといい、泥州は後年の豪である。母方を継いで高橋宝将の養子となる。聖火の山岡家は槍の自得隠流の名家で、 聖名を謳われた長兄、山岡聖山について、槍を修行、海大無双、神業に達したとの表を得るまでになる。聖家の男子が港家へ出た後で、聖山が二十七歳で創生、山岡家に残る、妹の栄子の婿養子に迎えた門人の小野、鉄太郎が、後の山岡鉄州で、霊州の議定にあたる。徳川義信が、徳川家処分の交渉のため官軍の最後を、 高森への使者として、まず選んだのは、その誠実豪気な人格を見込んで、霊州であった。しかし霊州は吉信から親身に頼られる存在で、江戸の不安な情勢の下、主君の側を離れることができなかった。代わりに、議定の山岡鉄州を推薦、鉄州が、見事にこの大役を果たした。鉄州は吉信から直々に使者としての命を受け、駿府へ行く前に、 勝ツカ州に面会する。海イ州と鉄ッは初対面であり、海イ州は鉄ッが自分の命を狙っていると言われていたが、面会して鉄ッの人物を認めた。うつってがなかった海イ州は、このような状況を伝政党大総督府参謀の西郷隆盛宛ての書を授ける。よく山岡は、勝ツカ州の使者と説明されているが、正しくは徳川義信の使者である。 あとに、徳川家が江戸から静岡に移住するのに従い、地方奉行などを務め、一時田中城を預かる。廃藩治県後は職を辞して、東京に陰性、諸賀骨董の官邸などでご反省を送った。楠の大木の傍らに立つ高橋泥州の墓明治36年2月13日、牛米屋来町の自宅で没す。去年69、墓は、 東京都台東区谷中六の太遊寺にある。ありがとうございます。